ウィリアム・マーシャルは、プランタジュネット・アーサー・イングランドの政治家に指摘し、初代ペンブルック博、ロングビル博、軍務博。フランス5名では、ギオムル・マレシャル。父は、ジョン・マーシャル。母は、ウォルター・オブ・ソールズベリーの娘・シビル。騎士としての活躍は目覚ましいもので、生涯でおそらく500以上の試合をしたと思われるが、 一度たりとも負けたことはなかったという伝説を残している。プランタジュネット朝の赤、ヘンリー王、ヘンリー二世、リチャード一世、ジョン王、ヘンリー三世の五人の王に仕え、非戦の身分からイングランドの摂政、そしてヨーロッパで最も有力な人間の一人となった。ウィリアムの登場以前、マーシャルという言葉は、イングランド王の火星気候の中で、馬屋の長官、 敬語役でしかなかったが、彼が死去した時には、単に、マーシャルといえば、それでイングランドは、もちろん、ヨーロッパ中の人間が、ウィリアム・マーシャルを連想するほどであった。1136年、または1144年頃、ウィルトシャーの小規模な地主の家に生まれる。祖父ギルバートは地主でありながら、イングランドをヘンリー一世に、馬屋役としても使え、 王家の馬の管理を任された。父ジョンもアールマーシャルを受け継いで、ヘンリー一世に仕え、役職名マーシャルを生として名乗った。ウィルトシャーの小さな所領の女相続人と結婚もしていて、二人の、子う設けた。イングランドが無政府時代に入ると、父は初めヘンリー一世のオイ・スティーブンに仕えたが、1139年に、ヘンリー一世の娘マティルダに寝返り、 妻と離婚して、ソールズベリー伯爵、パトリック・オブ・ソールズベリーの妹シビルと再婚した。この夫婦の間に次男として生まれたのがウィリアムである。1152年、ウィリアムが8歳頃の時、父に捨てられる経験をしている。この頃スティーブンの軍により、ニューベリー城を包囲された時、 スティーブンはジョンが休戦を求める代わりに4男のウィリアムを人質として要求、ウィリアムは敵陣へ送られた。だが、父が約束を破ってしまったためスティーブンがウィリアムを縛り首にすると同活すると、父は、好きにしろ、俺には、もっとマシな息子作るハンマーとかなとこがあるんだからな、と答えたという。しかし、スティーブンの慈悲によりウィリアムは殺されず、二ヶ月の オ音室として捉えられた。1153年にスティーブンとマティルダの息子アンリが和睦して無政府時代が終焉。翌1154年にスティーブンが死去してヘンリー2世が即位。ウィリアムは無事両親の下へ返された。父はマティルダへの貢献の報酬としてウィルトシャーの荘園を与えられ浮遊になったが役職と遺産は 長男でイボアニギルバートが相続するためウィリアムは自立を考えなければならなかった。ボールドウィンド・ギーヌを落馬させたウィリアム・マーシャル。マッシュー・パリスの大年代期より長男でなかったウィリアムは相続すべき土地も財産もなかったため、財産は自分で稼ぐ必要があった。12歳頃にノルマンディーのタンカルビルへ送られ、マーシャル家と隕石関係にあった。 ウィリアム・オブ・タンカー・ビルの教匠、タンカル・ビル城で育てられる際、ウィリアムは騎士になるべく修行を積まされた。騎士に助任されたのは1164年頃、ヘンリー2世とフランス王ルイ7世が衝突した、ノルマンディの戦場での助任式と推定されている。初戦闘は、助任式直後で突撃で、槍が折れ馬が負傷したが、街路の戦闘で手柄を立てた。 しかし捕虜を確保せず身の白金を取らなかったため、戦闘前より金に急してしまい、見かねた、ウィリアム・オブ・タンカービルに、馬上やり試合を進められ、負傷が元で死んだ馬の代わりに新しい馬も与えられ、トーナメントへ出場することになった。当時のトーナメントは、危険を伴い、死ぬことすらあるというものだった。さらに、負けた場合は捕虜に取られ、勝利者に、 馬と甲冑を募集の上、身の代金を支払うシステムであった。このトーナメントに勝利することでウィリアムは、多額の身の代金を手に入れ、一財産を作り上げることに成功する。タンカービルのところを出た、彼は、1167年に、一旦イングランドへ帰国したが、ポワティエの反乱鎮圧を命じられた母方の王子の、ソールズベリー博に使え再び大陸へ渡った。 翌1168年、おじが、ヘンリー2世の王妃アリエノールダ・キテーヌの護衛中に、ギー・ド・リュージニアンの待ち伏せにあって殺され、ウィリアムもこの戦いで傷つき捕虜にされるも、ウィリアムの戦いぶりが高く評価され、アリエノールが、身の白金を支払ったので釈放された。そのため、ウィリアム・マーシャルの物語でアリエノールはかなり、良い役回りを与えられている。なお、 この間父とイボアに二人が亡くなり、父の遺産と役職はドーボアニジョンが相続している。縁鼓を得たアリエノールの尽力により、ウィリアムは1170年には、ヘンリー二世とアリエノールの嫡男弱ヘンリー王に騎士道を教える立場となり、1173年には若ヘンリー王を騎士に助任する儀式を執行する役目も与えられた。しかし同年、若 ヘンリー王は父に対する反乱を起こす。この内乱時に、ウィリアムが、どのような活躍をしたかについては、ウィリアム・マーシャルデンには、詳しい記述はないが、1174年のヘンリーニ世イ死氏の、和解の会議に出席していることから和解に、協力したと見られ、翌1175年にフ死に随行して、イングランドへ再度帰国したが、1176年には、和解。 ヘンリー王に従いまたもや大陸へ渡り、以後十二年に及ぶ、武者修行に明け暮れた。この期間は、様々な逸話が語られ、トーナメントが始まる前にダンスを踊った際、観客が死を歌いながら、馬を求めるとすぐさま始まった試合で馬を奪い、観客に与えた、一日に二回同じ相手から馬を、奪い取り周囲を驚かせた。 1177年に、ロジェ・ド・ゴージと二人でトーナメントを渡り歩いた際、10ヶ月の間に二人で協力し103人もの捕虜を取ったなどの話が残されている。若、ヘンリー王とウィリアムの関係は良好なものであったが、1182年に、ナルト若、ヘンリー王のヒマルグリッドとウィリアムの間に、不倫関係があるとの非難を受け、若、ヘンリー王の下を去ることになった。 ウィリアムは、ヘンリー二世の宮廷に行き、告発人と決闘裁判を申し出るが、これも拒否されてしまう。しかし、翌1183年2月に、若ヘンリー王が再び父に反乱を起こすと赤、ヘンリー王の下へ戻り火星、数ヶ月後に急死したジャク・ヘンリー王の最後を見取った。その際、熱病で死の淵にあったジャク・ヘンリー王は、 十字軍への参加という自らは果たせなかった誓いを達成するよう、ウィリアムに依頼した。これを受け、ウィリアムは1183年から1186年まで十字軍に参加し、聖地において死ぬときは、テンプル騎士団として埋葬されることを誓った。この誓い通り、ウィリアムは死の直前にテンプル騎士団に入団している。 聖地から帰還したウィリアムは1187年からヘンリー2世に仕え、ランカシャーに領地を与えられた。ヘンリー2世の地政下では、若ヘンリー王の弟リチャードが、フランス王フィリップ2世と結託した反乱が起きていて、ウィリアムが、かつて若ヘンリー王と一緒に、リチャードにも指導していた関係から助言者として、徴用されたのである。1189年、ルマンから、 シノン城での戦闘で、ウィリアムはリチャードを落馬させ、たやすく命を取れる状況になったがリチャードを殺さず、代わりに馬を殺すにとどめた。主君がシノン城へ撤退するまで時間稼ぎを果たしたが、衰弱しきっていたヘンリー2世は、リチャードフィリップ2世と急戦した直後にこの城で、亡くなり、若ヘンリー王に続いて、ヘンリー2世の最後を見取ったウィリアムは遺体を、 フォントブロー修道院へ埋葬した。ヘンリー二世の死後、ウィリアムはかつて敵対していた、リチャード一世に仕えることになる。リチャードは、ヘンリー二世によって、長年ソールズベリーに遊兵されていた母、アリエノオールのもとへ、身の解放を告げる使者として、ウィリアムを派遣した。リチャード一世は、自分の命を取ろうとしたという理由で、忠義の騎士であるウィリアムを排除するほど強硫な、 君主ではなかったのである。釈放されたアリエノールと合流するとロンドンまで行列を指揮更新した。1189年の秋、すでに40歳を超えていたウィリアムは、ウェストミンスター寺院で挙行された、リチャード一世の大冠式にお爵を持つ名誉を与えられ3列、リチャード一世の勧めで、イザベル・ド・クレアと結婚した。この約束はすでに、 ヘンリー2世との間で交わされていたが、リチャード1世が改めて確認した形となった。イザベルは17歳であったが、当時の貴族の次男以下は、ある程度得達してからでなければ、嫁のなり手がなかったため、取り立てて、晩婚というわけでもない。これによって、ウィリアムは領土を持たない、貧乏貴族から、イングランド、ウェールズ、ノルマンディー、アイルランドに、広大な領土を持ち、 かつ宮廷で権威のあるペンブルック博の身分を手に入れた。1190年、リチャード一世が第3回十字軍に参加すると、ウィリアムは摂政に任命されるが、後に、リチャード一世の弟ジョンが最高奉官のウィリアムとロングチャンプを追放する際、ジョンに味方した。しかしやがてウィリアムは、ジョンの関心があまりに、リチャード一世と異なっていることに気づき、 1193年に、体制派が起こした反乱に参加している。リチャード一世は、ロングチャンプ追放に協力したウィリアムを許しただけで、なく、死の淵で、ウィリアムを、ルーアンの管理人に指名し、空域期間中の王室財産の管理も任せている。この間、1194年に、ドーボアニジョンが死去したため、兄が在職していたアール・マーシャルを引き継いだ。 1199年のリチャード一世死去で、後継者が取り沙汰された時、老いのアーサーを退け、ジョンを支持して、ジョンのイングランドを即位に協力する一方、ノルマンディーの領地のために、フランス王フィリップ二世にも、進化の礼をとってもいる。1207年からアイルランドのレンスターへ移住し、1212 12年まで、そこで領地経営に従事。 同年のウェールズでの戦争のために召集された。1215年に、ラニー・ミードでジョンが、マグナカルタに調印した際、貴族たちとの調整役を務め、第一次バロン戦争の際に、イングランド王家に忠誠を尽くした。そのためジョンの覚えもめでたく、死の床でジョンは9歳のヘンリー3世の王位継承に、尽くすように言い残した。1216年11月11日、 ウィリアムは、摂政として幼いヘンリー三世に仕えることになった。すでに70代の老齢ながら、イングランド王位を狙うフランス王対シ類と、反乱貴族たちを相手に、精力的に戦った。リンカーンの戦いでは、若い騎士たちと共に先頭に立って戦い、勝利に貢献した。ウィリアムは、ドーバー海峡で戦っていたヒューバートド・ブルースが、勝利していたなら、 ロンドンを占拠する、ルイ王大使を包囲する準備まで整えていた。1217年には、ルイや反乱した貴族たちを厳しく非難することもなく、寛容の心で許している。だが、ウィリアムの狙いはむしろ早期の和解にあったという記録が残っている。節制と相手への情報は、ウィリアムの政策の中心であり、若いヘンリー3世に対する安全と平和を望んだ。 1217年にマグナカルタが再発行された際、承認としてサインしてもいる。ウィリアムの存在なしには、イングランドは、ジョンの悪性によって崩壊していた可能性もあると、される。フランス王と反乱貴族たちは、王の言葉でなく、ウィリアムの方を信用していた。1219年2月、ウィリアムの健康状態は悪化し、5月に、自分の死期を悟ったという。 ウィリアムは、長男で同盟のウィリアム、および、家族の騎士たちを呼び寄せた。さらにオックスフォードにある自分の領地に戻ると、そこで、貴族たちとヘンリー三世、カトリックの司教たちと会談した。その際、司教は摂政に、宗教上の問題を任せる制度について、異議を唱えたが、ウィリアムはこれを拒絶している。この時会談を持った司教たちを、 信頼していなかったからである。その後ウィリアムは十字軍に参加した時の誓い通り、死ぬ前にテンプル騎士団に入団するという誓いも達成した。1219年5月14日に75歳、または83歳の高齢で死去、ロンドンのテンプル教会に埋葬された。現在でもそこでは、ウィリアムの彫像を見ることができる。ウィリアムの死後、長男が、 父の従者ジョンデアリーに命じ、父の生涯を綴った、ウィリアム・マーシャルデンを作成、1226年に完成した。この書物は、ウィリアムの死後間もなく、書かれたものであり、ウィリアムの活躍を現代に伝えるものである。騎士としての業績には議論の余地があるかもしれないが、マグナカルタを支持したことなど、イングランド史に与えた影響は大きい。1189年、 第2代ペンブルック博、リチャード・ド・クレアの娘イザベルと結婚、10人の子供を設けた。ありがとうございます。